皆さんこんにちは。東京品川病院の理学療法士の星野です。この動画を最初から視聴されたい方は概要欄にリンクがありますので、そこからアクセスをお願いします。今回私の方からは膝関節のワンポイントアドバイスについてお話しさせていただきます。実際の臨床場面では膝外上脳の滑走不全に伴って膝外大腿関節の可動性にも影響を大きく及ぼします。この動画では私が実際に臨床で行っているアプローチについてご紹介したいと思います。まず側部が浮いた状態で担座を取ってもらいます。その状態で膝蓋骨上縁を外して下方に牽引をかけながら膝関節の屈曲運動を反復して行います。これによって膝蓋上脳の滑走と屈曲に伴う膝蓋骨の下方移動を促すことができます。ぜひ臨床で試してみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画シリーズは概要欄にリンクがありますので、そこからアクセスをお願いします。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。